にちは、ひかです。私は今ベトナムのホーチミンに来ています。今回は4泊で、ベトナムの美味しいご飯だったり観光地を巡っていきたいと思っています。私も初めてのベトナムなのでとっても楽しみです。はい、それではスタート。アワダフさんまだ朝なのでカフェに行こうと思って、カフェがねたくさん入ってるビルに来てみました。入り口が違いました。こっちっぽいですね。空いてるところを見つけた。とっても素敵なカフェに来ました。店内もね可愛いし、雑貨とかカバンとかも売っているみたいです。ベトナムアイスコーヒーとパッションフルーツティー、あとオレンジラズベリーを注文しました。なんかタピオカみたいなのが入ってる。うん、美味しい。こんにゃく、こんにゃくゼリー、こんにゃくゼリーみたいな。めっちゃ良さそう。これもらったら嬉しいよね。お昼ご飯にフォー屋さんに来ました。これはね、チキンのフォーで、こっちがビーフのフォーです。で、この香辛料っていうのかな、葉っぱ、薬味葉っぱとかをね、お野菜をね、さらにここに入れて楽しみます。これが気をつけなくちゃいけない、青唐辛子。青唐だね。ライムを絞って。美味しい。いいね。なんか染み渡る味が。チキン、チキンが入ってます。後から入れたミント。うん。ミント美味しい。ミント合うね。あんまり日本でフォー食べるとき入ってなくない？うん。有名なお店
店でバインミーをテイクアウトしてきました。すごいね、あのお客さんたくさんいて並んでました。で、そのバインミーがこちら、これね、カットしてくださいって言えばね、カットしてもらえます。おすごい、紙ごと切ってくれるから、なんかすごい食べやすい形で。これにこの野菜がね、別で付けられてるんですけど、これをさらに自分でね、お好みで挟んで食べるスタイルみたいです。コンビーフみたいな、ね、うわーすごい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 。これはパクチーとかオニオン、キュウリとかかな、人参もあるね。ピクルスみたいな感じかな。大きすぎて一口じゃいけない。おいしい。このお肉のペーストがすごいおいしい。結構ニンニク強めの味。ペーストのお肉の他にもハムも入ってて、すごい肉って感じの。今回泊まるホテルはこんな感じです。ね、ガーデンビューコートっていうホテルなんですけど、まず最初にベッドルームが一つ、そしてこちらにお手洗いが一つで、進んでいき、ここにまたお部屋、ベッドルームが一つあります。これでもう三つ目で、こっちがバスルームとお手洗いもありますね。そしてランドリー、洗濯機があって、キッチンもあります。そしてリビングもこんな感じであるという、めちゃくちゃ広いホテルになっています。眺めはですね、こうお庭が見えるという作りですね。プールもジムもあるので、このホテルでね、十分過ごせるなといった感じです。バインミーをホテルで食べた後、ちょっと寝てました。今は仕立て屋さんに向かってます。自分のね、好きなあの型のワンピースとかがあれば、それを持って行って、でその型で違うお洋服を作ってくれるっていうね、お店があるので、そこに行ってみようと思います。自分の好きなワンピースを持って行ってもいいし、仕立て屋さんにある型の中から選んでもいいそうです。この中からね、生地を選べるようで、これ長袖ってできたりします。はい、長袖ね、はい、願えばこれも。長さ、長さの袖に、はい、タイミングを見て渡るのがね、めっちゃ怖い。あけぼのさん、ソーリー、私は渡る。通りは多分あのタイでいうカオサン通りみたいなバックパッカーの通りなんですけど、食べ物のお店とかね、マッサージ屋さんとかいろいろ立ち並んでいて、すごくね、活気があります。フットマッサージに来ました。60分マッサージしたらご飯に行きたいと思います。
サイゴンラガー。乾杯。マッサージね、行ってきたんですけどめちゃくちゃ良かったです。でそこでマッサージしてくれたお姉さんたちにおすすめのお店を聞いて連れてきてもらったところにね、来てみました。でこのチャーシューのお肉が乗ったなんか中華っぽいね、ベトナム中華っていうのかな、のねメニューでした。おいしいよ、これおいしい。麺もね頼んでみました。確かに、まあ、バリカタっていうか粉落としみたいな。そう、粉落とし的な。面白い、あんまり食べたことのない味、うん、こんな感じのお肉、私は結構好き、この麺も、うん、プレミアムってやつは飲んだことなくて。美味しい美味しい、やっぱり、やっぱさ、ロンカルじゃない方がいいか、うん、私は全然美味しかった。あの多分バリとかでいつもローカルなの食べてるから、うん、もう慣れてるんだよね、ローカル系の味に。うん、美味しい。ガーリックがすごい効いてるね。さっきマッサージ行ってめっちゃ良かったんですけど、このマッサージ屋さんを探す時にはあの表に出てる看板にチップ込みかどうかってね、あ聞いたらね、あのいいらしいので。これはビーフン、おいしい。味付けは、味付けめちゃめちゃいい。うん、うん、そんな濃くないのね。そう、うん、なんかパリの中華ぐらいの、おいしい、しい、うん。ベトナムといったら生春巻き、揚げ春巻き、揚げ春巻き、おいしい。めっちゃね具が詰まってる、皮が薄くて。おはようございます。ホーチミン2日目です。今日は、スパに行ったり、あとファッション通りでお買い物をしたり、あとフレンチ食べたりして過ごそうと思います。で今はまず、グラブでスパに向かってます。10分15分ぐらいの距離だったら日本円で、まあ、200円以下でね行けるのでめちゃくちゃ便利です。から耳かきとヘッドマッサージをねしてもらいます。耳かきしてもらうってなかなかないよね。ファッション通りにやってきました。さっきグラブでそのファッション通りかなって思ったところに
こう指定して行ったんですけど、めちゃくちゃ間違えて場所を Google マップと見合わせてねやったらいいかなと思います。で今はねファッション通りでいろんなねお店入っていい服がないかね探しているところです。お昼にはねフレンチを食べに来ました。このザ・リファイナリーというお店でね食べようかなと思います。乾杯。あ、パン熱々。はい、うん、あったかい。こういう茶色いパン大好き。うん、はい、お料理来ました。これが牛肉のカルパッチョ、メカジキのソテーみたいな、アニオンスープ、チーズがトロトロしてます。それではいただきましょう。はい、そしてパスタも来ました。ボンゴレですね。美味しそう。うん、うん、カルパッチ美味しいね。いいね。わあ、美味しそう。メカジキのさ、なんかレアかどうか聞かれるって珍しくない？パパね。うん、お刺身でも頂けるってことかな。この上のソースがすごい美味しい。すごい、チーズの。わあ、美味しそう。本当だ、アサリすごい大きいね。プリプリ。美味しい。パスタの中で一番だね。こんなところを登っていくんだね。でね、一番有名なカフェ、コンカフェにね来ました。一番有名なのがこのココナッツコーヒーだそうで、それをね頼んでみました。美味しい、ほんとアフォガードだよね。スタバのあのアフォガードフラペよりも苦くない、うんうん、そうそう。でもココナッツの味するじゃん、やっぱココナッツ美味しいわ、うん、グリーンティーミルクティーみたいな。うん、美味しい、本当だ、美味しい。グリーンティーだね。もうすごい人気店で、続々と人が来るし、意外と店内狭い。またティーラテみたいなの飲みたいわ、夜。ウォンチャの10倍ティーが濃い。プールに入ってみたいと思います。妹とホテルのプールで遊びました。妹とプールで遊ぶとか、なんか何年ぶりみたいな感じだったんですけど、あのシンプルに平泳ぎ対決をしたりして遊びました。で、今日は2回目のスパに来ました。これからね、全身のマッサージをしてもらいます。オイルのエステをね、受けてきたんですけど、
なんかほんと送信エステってぐらい、なんかもうゴリゴリに体をあの絞られ上げられたみたいな感じで、そんなめっちゃ痛いわけじゃないし、痛いよって言えばね調整してくれたんですけど、オイルマッサージで癒されるっていうよりかはもうゴリゴリにやってもらったっていう感じです。でも個人的には大満足。というレストランに来て、注文したのが空心菜とワインセオとかね、生春巻きとか注文しました。すごい人気店っぽくって、たくさんの、ね、お客さんでにぎわってます。空心菜大好き。おいしい。うん、すごいパリッパリ、クレープの超薄焼きって感じだね。あ、そうなの。これに置いて、はい、これあげる。ありがとう。で、このエビちゃんも乗せて、うん、これを殻ごと、まあ、殻ごといいか、これを乗せて、ミントとか乗せて、ありがとう。これを乗せて巻くの？巻いて。パリパリだからさ、巻くのが難しい。はい、口に入れちゃえば同じですね。面白い食べ方。やっぱミントが強烈だね。本日のビールはサイゴンプレミアのを飲んでみます。うん、うん、美味しいよ、うん、ちょっとキリンっぽいような味がするかも、やっぱビールと空心菜が一番合う。あとは生春巻きと、あとは五目焼きそばみたいなのをね注文しました。どれも美味しそう。こういうのがいいよね。ミント強烈だね。それがいい。なんかピンクがタイっぽいよね。これ見てピンクって思わないんだけど、赤だね。赤？嘘、ピンクだと思った。おはようございます。ベトナム3日目です。今日はね、メコン川のクルーズにツアーで行ってきます。はい。で、これちなみに昨日買った T シャツなんですけど、結構可愛くてお気に入りです。行ってきます。永長寺というお寺に来ました。これはね、仏教のお寺で、ベトナムとカンボジアとフランスのその3つの文化が混ざって作られた美しい建物だそうです。涅槃もありますね。最近作られたそうなので、まだまだね、すごく綺麗な涅槃だなという感じになってます。
すごい服本当に着そうな笑顔だよね。でもベトナムの人の笑顔ってこんな感じの笑顔じゃない？メコン川にある最初の島に到着しました。持ちたい。バナナチップス、ハスチャ、どういう感想？ありがとうございます。美味しくはない。ねえ見て、龍眼マジで目玉。目玉は一緒。ドリアン、あのピーナッツ、コーヒー、カカオ、笹の葉。おいしい。小さい船に乗ってまた川を移動します。メコン川の川の水を浴びたので着替えました。これからね、夜ご飯に行くんですけど、結構昨日のお店もそうだったんだけど、こうエアコンがないお店が結構あるので、予約ができるお店はなんかエアコン付きのお部屋というか席
を予約できるみたいなので予約していったらいいと思います。まあ最後にね、お決まりのスパに行って今日は終わりかなっていうところです。写真付きでありがたい、ね、よくわかる。本日のビールはフーダっていうビールにしました。あとはタイガードラフトとタイガープラチナムですね。あわあわお皿もめっちゃ可愛くない？この柄が素敵。ウリと豚が入った春巻き、うん、でもなんかこのごまだれも美味しいよ。待って、なんかパイナップルみたいなの入ってる。面白い、スイートチリソースみたいなスープの味。今日はスープ食べても汗かかないわ。うん、スープでもいってみようかな。うん、おいしい。なんかね、ベトナムってね、スープとかこうやってね直接器に口つけるのが本当 NG なんです。パパイヤサラダ、タイだと、うん、なんて言って、ソムタム、うん、だよね、うん。ソムタムは激辛だけど、これはどうなんだろう。バリとかだと必ず食事についてくる、このおせんべい。辛い？見た目によくわかんないよね。辛い。美味しい、うんうん。大好きな味。見て、ハート。もったさん。ね。おはようございます。ベトナム4日目です。今日は朝から、アオザイっていう、ベトナムの伝統衣装を借りに HIS のホーチミン支店に向かってます。で今日はアオザイを借りたらいろんなところに、観光に行って写真をねたくさん撮りたいと思っています。行ってきます。アオザイのレンタルに来ました。ちょっとコロナでねだいぶ数が少なくなっちゃったそうです。ネットにはね300種類あるってあったんですけど、実際にはねこの辺何着だろう、20着ぐらいですね。HIS でアオザイのレンタルをしてきました。結構ね数が少ないので、なるべく朝早めに行って可愛いデザインをねゲットするのがおすすめです。あ、美味しいこれ。ライチが入ってる。教会に来ました。ここはねピンクの教会で有名です。めちゃくちゃ可愛いサーモンピンクだ。
とベトナムの、ね、郵便局に来ました。ここは世界一綺麗な郵便局だそうです。行ってみましょう。ここでね、お手紙を書いて出せるみたいですね。郵便局というよりかはお土産屋さんのね、役割の方が大きそうな感じですね。お昼はフォーを食べてきました。なんで座別で入れる式なんだろう、このシャキシャキがいい人と、あー、これはミントかな。とても美味しいです。美味しい、うん、美味しい。初日に食べた方より美味しいかも。美味しい、カニのパスタをね、取り分けてくれました。めっちゃ美味しそう。日本人が大好きな味。美味しすぎる。マジで美味しい。マジで美味しい。アルデンテ。なんかベトナムで一番美味しかったって書いてる人がいたんだけど、わかるよね。美味しいね。めっちゃ垂れてきちゃった。やっぱハチミツ美味しい。おはようございます。今日は、ベトナムホーチミン5日目最終日ですね。今日の夜11時ぐらいに飛行機に乗って日本に帰るので、まあ、今はね朝10時なんですけど、最終日観光する時間はあるかなっていう感じです。なので今日はお土産を買ったりカフェに行ったりねしようかなと思っています。こんなのがついてました。うわ、美味しい。でも 50% でもめっちゃ甘い。うん、美味しい。お茶の味が濃くて。すごい隠れ家みたいな場所だね。
トナム最終日は、前に来て美味しかったフレンチのお店にもう一度来ました、まあ、フレンチなんだけどね、パスタが美味しかったのでパスタを頼みました。こちらはパテドカンパーニュパテドカンパーニュチキンとクリームのフィットチーズとボンゴレ、ボンゴレ、ボンゴレはリピですね。リピです、はい、自家製のパテって感じで殺しちゃう。でもね、変な癖なく美味しいよ。本当？うん、うん、美味しい。パテ、うん、パンが美味しくて今日はパンの減りが早い気がする。Everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair.最後飛行機にこれから乗るんですけど、飛行機に乗る前にお化粧落としたいじゃないですか。なのでフェイシャルエステで、ケアをしてもらいながら、メイクをね落としてもらいに来ました。これがね最後のスパになります。4泊5日のホーチミン旅行いかがでしたでしょうか。ホーチミンは可愛いカフェがたくさんあったし、あとは本当にスパがたくさんあって、スパ天国というか毎日、贅沢な気持ちになることができました。楽しめることがいっぱいある街だと思います。ホーチミンすごく楽しかったです。また来たいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Been on my mind, sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car.Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.